呂蔵寺氏鍋島氏の家臣。天文7年、呂蔵寺近衛の三男として誕生。永6元年、呂蔵寺氏が、調略により、織田正光を滅ぼした際に、織田氏の居城であった、蓮池城を接収したが、後に正光の維持、鎮魂を斜面市城市とした。呂蔵寺氏は、永6 2年に、小児冬なおを滅ぼし、小児氏を滅亡に追い込んだが、 冬、なおの弟、聖郷は、最高を目指し反乱を起こす。A66 年には、竜蔵寺氏は、聖郷に協調した、宅宗都氏を下し、託氏の居城であった家事、峰城を奪い、長信が城主となった。A61 年、長信は家事、峰城を、鎮港に譲り、小田氏の居城であった、羽す城を、自らの居城とした。 織田氏との友好を深めるため、鎮公の妹をめとっていたが、文語国大友氏の圧力が強まると鎮公は、大友氏に寝返ったため、家事、峰城を追放され、再び長信が上司となった。非前後藤氏の後藤孝明が、家事、峰城を攻め取ろうとしたが、これを退けている。大江上大神宮の最高、昇光寺や岩昇賢寺の根流など、 伝統的な宗教勢力との関係を良好にし、統治の安定を図った。また、近年に、火事、峰城後で発掘された遺構は長信が、上州の時代のものと推測されている。龍造寺両国において、長信が軍事物資の調達に関わる任務に当たっており、特に軍事活動の中で、木材調達に関わっていた。この背景には、長信の本拠地の宅が、 材木供給地と近接しており、材木の調達や不振に関わる職人集団を長信はが有していたためで、高信は被然西部を進行する上で長野部を用いた。これにより龍造寺氏は軍事活動において城格などの不信を盛んに行うことができ、被然国内における勢力基盤をある程度構築することに成功した。また、 竜造寺氏が西非前へ進行する際、長信は竹尾温泉の利用に関与し、かつ境目の防備に従事していたことが知られている。着難で、初代拓領氏の安順は、後拓氏の祖となる。旧拓有人物商史、細川明、佐賀藩拓領古文書に見る地域の人々、文献出版、2000年。川添博士、造寺高信人物往来者、日本の武将45。 1967年、北小江選手鈴木2011、中村2010、AB 中村2017、中村智博、中世九州の温泉と、権力、交通、ありがとうございます。